結婚おめでとう。どんくさい芋娘の花子が無事に結婚できるとはね。よかったじゃない。ありがとうお姉ちゃん。それにしてもこの間はごめんね。入籍前の両家完成をドタキャンしちゃって、旦那のゆうたが前日飲みすぎたせいで二日酔いで車の運転ができなくて行けなかったのよ。タクシーもお金がもったいないし。そういう理由だったんだ。いきなりドタキャンの連絡だけだったから心配してたよ。でもそれならケンイチのことは結婚式で紹介するね。え、今だ結婚式なんてやるの？あんなのただのお金の無駄遣いなのに。そんなの簡単にウェディングフォトだけでいいじゃない。姉ちゃんたちみたいにそういう考えもいいと思うけど、でも私は結婚式を大事にしたいの。旦那さんと一緒に招待するから絶対に来てね。次は二日酔いでドタキャンとかダメだから。じゃあ面倒だけど行ってやるか。こっちもドレスとかヘアメイク準備したり金かけるけど、実の妹の結婚式なら仕方がないわよね。ああ、妹のわがままのせいで無駄な出費をしてしまうわ。そんな意地悪で言わないでよ。来てくれたら絶対に楽しめるような式にするから。結婚式場もう決まっていてね、緑ブライダルで行うの。ご飯も力を入れて豪華なものを用意するから。緑ブライダルって超高級式場じゃない。芸能人とか人気モデルが挙式してる場所でしょ。なんであんたがそんなところで結婚式できるのよ。彼が一生に一度だからって奮発してくれたんだ。はあ？それって奮発するだけのお金があるってことよね。あんたの旦那一体何の仕事をしてるのよ。あれ、お姉ちゃんに言っていなかったっけ。ケンイチは大手の緑金融グループで働いているの。嘘でしょ。めちゃくちゃ大手の金融会社じゃない。新入社員でも年収1000万って噂よね。その分すごく仕事が忙しそうだけどね。だから結婚式の準備もほとんど私がやってるんだ。彼本当に休みなく働いているからさ。そんな、花子は金持ち旦那をゲットしたなんて。あんたは姉の私と違ってどんくさいし可愛くもないし、そんなあんたが豪華な結婚式？はあ？何それ、めっちゃムカつくんだけど。え？妹のくせに姉にマウント取ってんじゃねえよ。よくも花子のくせに姉夫婦をバカにしやがったわね。マウントなんて取ってないし、バカにもしてないよ。めちゃくちゃマウント取ってるじゃない。私に金持ち旦那と豪華な結婚式を自慢しやがって。うちの旦那が高卒の土木系だからってバカにしてんでしょ。お金がなくて結婚式もできなくてウェディングフォトだけだったのを見下してるんでしょ。だからバカになんてしてないって。むしろお姉ちゃん夫婦のことはすごく憧れているの。中学からずっと付き合っていて、高校卒業期に結婚。夫婦仲もずっといいし、どこにバカにするところがあるのよ。うるさい。どうせ金なし高卒夫婦ってバカにしてるくせに、芋臭いブスのくせに、姉よりいい旦那捕まえてんじゃねえよ。少しは空気読めよ。そんな、せっかくだから豪華な結婚式には行ってあげるわ。でもご祝儀なんて包んであげないからね。我が家と違って金があるんだからお祝いなんて必要ないでしょ。私たち姉夫婦は手ぶらで行ってやるからな。ちょっといいかな花子。お姉さんのことで話があるんだ。だんだん俺の手に負えなくなってきてるんだよね。え、お姉ちゃんがどうしたの？俺たちの結婚式のことでほぼ毎日連絡が来てるんだ。わざわざ行ってあげるんだから全泊したい。宿泊する部屋は高級 VIP ルームを用意しろ。もちろん全額を俺たちが払えって。そんな連絡が来ていたの？あとは着ていくドレス費用も全額負担しろって言われてさ。旦那様を結婚式に合わせてオーダースーツを作りたいんだって。その見積もりが20万ぐらいかかるらしくて、俺たちの結婚式のために作るんだから俺たちが払えって。ヘアメイク代もこっち負担で総額100万超えそうなんだよね。ごめんねケンイチ、お姉ちゃんたち私たちの結婚が気に入らないみたいなの。それでそんなわがまま言ってると思うんだ。断るごとに大企業勤めで金ならあるでしょって言われたよ。なんか俺の会社に恨みでもあるのかな。そういうことじゃないの。ただ単に妹が自分よりいい旦那を捕まえたのがムカつくだけ。お姉ちゃん旦那さんの仕事や給料に不満があるみたいで、それで余計に私たちのことが憎いんだって。そういうことか。だったら俺の退職のことを話したのは正解だったかもね。え、退職って？実は今月いっぱいで退職することが決まったんだ。だからもう大手勤めじゃないんですって話したんだよ。俺の仕事が気に入らないならこれでもう絡んでこないでしょ。
それってつまりようやく起業に集中できるってこと？退職おめでとう、ケンイチ。ありがとう、花子。部長にはギリギリまですごく引き止められたよ。でもなんとか退職届を受け取ってもらえてさ、これで念願の起業ができるんだ。ずっとやりたがっていたもんね。本当におめでとう。そういうわけだから、結婚式前だけどいろいろとバタつくと思うんだ。ただでさえ結婚式のことは花子に丸投げしているのにごめんね。うん、気にしないで。私の好きにしていいって言われてるから私もすごく楽しいよ。むしろ起業のことで何か手伝えることがあったら遠慮なく言ってね。妻としてすごく応援してるから。ありがとう、花子。俺は本当にいい奥さんをもらったよ。早く軌道に乗せられるように頑張るからね。お姉ちゃん、一体どこにいるの？せっかく言われた通り全泊用の部屋も用意したのにチェックインもしてないみたいだね。まさかまた二日酔いでドタキャンとか言わないよね？二日酔いなんかじゃないわよ、失礼ね。でもドタキャンさせてもらうわ。私たち、あんたたちの結婚式は行かないことにしたから。なんですって？いろいろと手配してもらってたのにごめんね。オーダースーツもドレスも買ってもらったのに。ドタキャンってどういうこと？どうして急に結婚式に来られなくなったの？行きたくないから行かないのよ。貧乏人の見えっ張り結婚式なんて見る価値ないでしょ。は？あんたの旦那、せっかくの大手企業クビになったらしいわね。あんなに旦那の稼ぎや仕事を自慢していたのに結婚式前にクビだなんて恥ずかしいわね。クビって、え？あれ、もしかして旦那から聞いてない？あんたの旦那が教えてくれたのよ、大手企業勤めじゃなくなるって。それってつまりクビになったってことでしょ？マジでダッサ。いや、ケンイチはクビじゃなくて普通に自分から辞めただけだよ。いやいや、稼げる大手企業を辞める理由なんてないでしょ。大手だと使えない社員はすぐにクビにしそうだし、素直に戦力外通告でクビになったって認めなさいよ。てっきり結婚式は中止か規模縮小だと思ってたのに、まさか豪華なままで強行するとはね。借金したまで豪華挙式をするなんて案外見えっ張りだったのね。借金なんてしてないよ。大黒柱の旦那がクビになったのよ。豪華挙式のお金なんて用意できるわけないでしょ。だったらやることは一つ、頭を下げて惨めにお金を借りるしかないわよね。ぷぷぷぷぷぷ、借金して豪華な式とか恥ずかしすぎる。そんな惨めな結婚式なんて一価値ないから欠席で。分かった、席は片付けとくね。妹ごとお幸せに。妹のくせに姉より豪華な結婚しようとするからこうなるのよ。これからはつつましく地味な結婚生活を送ってなさい。アドバイスありがとう、お姉ちゃん。彼は会社を辞めて自分で会社を立ち上げて社長になったんだもの。でも今まで通りつつましく彼を支えて生活していくね。そして二人で頑張って幸せになるよ。え、社長？何度も彼はクビになったわけじゃないって言ったでしょ。ケンイチは自分から大手企業を退職したの。昔から会社を経営するっていう夢を叶えるためにね。そして無事に起業して今じゃ立派な会社経営者だよ。は？あんたそれマジで言ってんの？彼は会社員時代から副業で小さい会社をやっていたの。本業の傍ら副業も完璧にこなしていて本当にすごいよね。しかも副業の方があっという間に売り上げは安定しちゃったし、そして基盤を整えて本業を辞める決意を固めたの。退職した後すぐに本格的に会社を立ち上げたんだから。嘘でしょ。ちなみにその立ち上げた会社の年収は、大手を辞めるぐらいなんだからそれなりに稼いがあるのよね。まだ会社を立ち上げて数ヶ月だから年収はわからないかな。でも起業して初月から売り上げ1000万達成って言ってたよ。副業で最初に基盤を整えていたのが大きかったみたい。売り上げが1000万円？じゃあもしかしたら年収1億ってこと？うまくいくとそうなるのかな。でも予想通りにいかないのは起業だよね。ふざけんじゃないわよ。何なのよこの展開は。てっきりクビになって惨めな貧乏生活になると思ってたのに、豪華な結婚式で借金生活に落ちぶれたと思ってたのに。会社を辞めたってだけでなんでクビだと決めつけるのよ。
自主退職とか転職とかさ、会社を辞める理由なんていくらでもあるじゃない。そんなの知るか。旦那の哲也は会社を辞めるときはクビしかないもん。だからあんたの旦那をクビだと思い込んでも仕方がないでしょ。え、哲也さんってそんなにクビになってるの？みんなには言ってなかったけど、1年で2回はクビになっているわ。気に入らないことがあるとすぐに上司を殴っちゃうの。今の職場は珍しく1年も続いているけど、それだっていつクビになるかわかんないし。哲也さんってそういう感じの人だったんだ。ちょっとお姉ちゃんに似てるところがあったけど、いつも笑顔で優しい人だと思ってたのに。あいつは優しいんじゃなくてただのバカよ。カッとなるとすぐに手が出るし、そのせいでこれだから考察あってバカにされるし。でも旦那がクビで無職なあんたよりマシだと思ったのに、それがまさかの会社経営者なんてふざけんじゃないわよ。そんなことを私に言われても。マジでムカつく。絶対にあんたたちの結婚式になんて行ってやらないんだから。ちょっと早く私たちを結婚式場に入れなさいよ。せっかくお祝いしに来てあげたんだから。なんでお姉ちゃんたちが来てるの？絶対に来ないって言ってたじゃん。あの時は1回です。置いちゃっただけ。でも冷静になって考えたのよ。妹の旦那ってことは私の義理の弟、姉である私の方が立場が上でしょ。だったら仲良くしておいた方がいろいろとお得だと思ったの。金持ちで何でも言うことを聞いてくれる義弟なんて最高じゃない。はあ、妹は姉の言うことを聞くもの。だったら義弟も姉の言うことを何でも聞かないとね。そんな理屈おかしいでしょ。散々バカにしておいて勝手にブチギレていたくせに。やっぱり結婚式に参加したいなんて非常識すぎるよ。悪いけどお姉ちゃんたちは絶対中に入れないから。ふざけんじゃないわよ。妹のくせに姉夫婦を追い出すなんてありえないわ。これからは仲良くしてあげるって言ってんだから早く中に出ろ。でも内緒は私たちのことが気に入らないんでしょ。見下していた妹が幸せな結婚をするのがムカつくんでしょ。だったら無理に仲良くする必要はないと思うな。それはやっぱりあんたのことは気に入らないわよ。でも旦那が社長だって言うなら話は別。年商1億なんて勝ち組すぎてうちの哲也とは勝負にならないし、もはや嫌いを通り越して積極的に媚びを売ることにしたわ。そんな堂々と媚び売り宣言されたの初めてだよ。早く私たちを中に入れて。特別にご祝儀だって用意してやったの。お金を渡すんだから入ってもいいでしょ。そういう問題じゃないから。悪いけど今すぐ帰ってちょうだい。式も終わってこれから披露宴なの。お姉ちゃんたちの席はもうとっくに撤去してもらっているから。そんなのまた席を用意すればいいだけでしょ。まあこんなに頼んでるのになんで強情なの。そんなにお姉ちゃんの言うことが聞けないならもういいわ。使いたくなかったけど最終手段を使うからね。え、最終手段って？今日のところは諦めて帰ってあげるわ。でもあんたの社長旦那のことは諦めないから。こうなったら仲良し作戦か略奪作戦に変更よ。あんたの旦那は私がもらうわ。はぁ？だってやっぱり旦那が社長なんてずるいもの。もう高卒のアホ旦那なんていらない。私も社長の旦那をゲットしてまた周りに自慢したいのよ。いやいや全然意味がわからないから。私はみんなに自慢したくて結婚したの。誰よりも早く結婚したら羨ましがられると思って。だから高校卒業してすぐに哲也と結婚したの。お金がなくてもみんなに羨ましがられていたから幸せだったの。でも大学進学した友達もどんどん結婚するようになって、しかも旦那はみんな大手勤めで給料もいいし、もう誰も羨ましがってくれないんだもん。だから次は妹の旦那と結婚するってわけ。ケイチが会社を経営しているから。それならまたみんなに自慢できると思って略奪したいなんて、そんな考えばっかげているよ。うるさい。妹のくせに姉にバカって言ってんじゃないわよ。いいからあんたは黙って旦那をよこせ。あんたの旦那だって綺麗な私の方が好きなはずよ。今臭いあんたと違って私は大人の魅力炸裂よ。すいませんエリさん、大人の知性や品性といった魅力を感じないので無理です。僕にも妻を選ぶ権利がありますからお断りさせてください。は？どうもはじめまして。両家交わせも結婚式も欠席されましたからね。これが初めてのやり取りになりますね。新郎のケンイチです。ケンイチくん、妹から話を聞いているわ。あなたったらすごく優秀でお金を持っているのよね。まさに私の旦那にぴったりだと思うの。多分それ気のせいですよ。僕たちは全然ぴったりじゃないので安心してください。
お姉さんどうぞ旦那さんと仲良く暮らしてください。そんなことないわよ、一度でいいから私と二人でお茶しな。一回でも会ったら多分気持ちが変わると思うの。一回も会うことはないのですいません。花子は話した通り会社を立ち上げて忙しいんですよね。仕事と花子との夫婦の時間で一日があっという間に終わるんです。僕にはバカ女と過ごす暇な時間はないんです。は？私がバカ女ですって？花子とのやりとりはずっと隣で見ていました。高卒の旦那さんのことをずっとバカだと言っていましたよね。だったら同じく高卒のエリさんもバカってことになると思うんです。だからバカになっていただけですよ。はあ？ちょっと金を持ってるからって調子乗ってんじゃないわよ。あんた花子よりも超ムカつくんだけど。ムカついてもらえて嬉しいです。だったらもう二度と僕たち夫婦に連絡してこないでくださいね。花子と話し合って妹夫婦とは絶縁することに決めました。何ですって？それでは僕たちはそろそろ披露宴が始まるのでこの辺で。ああそうそう、最後に報告ですが、このやり取りは全てスクショしました。そして全てお隣にいる旦那さんに転送しておきましたから。え？中国から付き合ってきたお嫁さんなのにまさかこんな風に思われていたなんてショックだろうな。むしろ怒りでカットしちゃうかも。あ、旦那さんってカットしたら手が出るタイプなんでしたっけ？なんてものを送ったのよ。あんたマジでふざけんじゃないわよ。ではこれで失礼します。妹さんのことは僕が全力で幸せにするから安心してくださいね。その後姉は怒り狂った旦那さんに追いかけられ、その日は一日中街中を走り回っていたそうです。俺は高卒のバカですぐ手が出てクビになるけど、嫁のことは大事にしてきた。だから何度クビになってもすぐに仕事を探して養ってきた。なのにこれはどういうことだよと旦那の哲也さんは無事入れ、ついには離婚届を叩きつけられた姉は、私にはあなたしかいないの、バカなことしようとしてごめんなさいと泣きついたそうですが、旦那さんは姉の謝罪すら拒否。その後すぐに離婚となり実家に戻ってきたそうですが、お前がいると花子たちが帰ってこない、すぐに出て行けと追い出されてしまったと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。